北陸地方の上空にこの冬一番の寒気が流れ込む影響で、県内は明日から大雪となる恐れがあります。県民も最強寒波に備えています。明日は強い冬型の気圧配置となり、北陸の上空にはこの冬一番の強い寒気が流れ込む見込みです。このため県内は明日から26日にかけて平地でも大雪となる恐れがあります。明日夕方までの24時間に予想される降雪量は、加賀能登ともに平地で20センチ、加賀の山地で40センチ、能登の山地で30センチです。その後、あさってにかけてさらに降雪が増える見込みです。今日しようと思ってます。水道もなんか、ね、凍ってっていうこと聞いてますしね。怖いですね。お野菜とかお肉も一応いつもより多めに買って買い物できなくても大丈夫なようにはしました。家で引きこもるしかないなと思います。それで明日から4日間ほど出ないように今日出てきました。ちゃんとできることはしときます。自分にできる範囲で頑張ります。もう融雪剤買ったりいろいろやってます。なんせパンク、水道管のパンクが一番怖いんで。